こんにちは、マシャギです。今回は秘策ハンターです。オンマントルの音楽家2枚、バナナのフサ2枚、イグルミシンガー2枚、ソヤカのヘビ2枚、大胆性の罠2枚、ネルビアンの卵2枚、マッチワークペット2枚、深読み2枚、投げ売りワゴン2枚、氷の罠1枚、声のようでるヨーデル使い2枚、ミステリーエッグ2枚、製品9号1枚、UK マントル2枚、ミスタームクラ1枚、おしばりの弓2枚、ジリャックスデラックス30001枚。という構成、これは、ジャンブレさんかなが作成した秘策ハンターです。で、基本特徴は秘策を中心としたハンターで、ブームのバクバク博覧会のカードは、まずはこれ2マナ、投げ売りワゴン、秘策、相手がミニオン呪文もしくは武器を手札から使用した後、それ以外の2種類のカードを1枚ずつ引く。ドローカードだね。次は5マナ44レジェンド。製品9号、おたけび。この対戦で発動した味方の秘策すべてを再使用するメカ獣というので、秘策系カード追加されたね。で、武器は星張りの弓が採用されていて、これは投げ売りワゴンで引けるね。で、ミステリーエッグでもらえるミニオンは製品9号かミスタームクラになってます。で、ジリャックスデラックス3000のカスタマイズは、味方のミニオンバフと、戦場にいるミニオン1体につきコストは 1L。新カード入りのハンター、試してみたいと思います。それではプレイの方どうぞ。はい、ネームシー。ネームシー。お狩りの時間だ。わ、変える？どうしような。 UK マントラいいか。じゃあ卵残してもよかったかも。投げ売りワゴン来た。これ自称ボロッカー。呪文ミニオンと武器ミステリーエッグブラッドトレントアップ。あ、大胆性のワン。あー、おとり大おとり作戦と深読みかな。落ち着いて。ブリ。か。かよ。そう。はい、か。水圧。逆進のブロック。巨人。ここ。おとり。リーサル？これ勝つんかい。これ勝つんだな。よし、オッケー。まあ、自分である程度食らってくれたら助かった。まあ一応投げ売りワゴン使えたら。はい、リッチキング。投げ売り。まあいっか、1枚は卵深読み骨の山、まあ、とりあえず深読みでいっか。あ、じゃあ発掘か。氷の罠コインミステリーエッグでいいか。とりあえずか。いいかな。投げ売りワゴンにエビ顔ろうそくもっと明るい。出るね。投げ売りワゴン、大胆性の罠、おしばりの弓、採掘災害。いやー、どうすっかな。最短性でいっか。爆発ネズミ貸しとく。はい、
待ってる。こっち。爆発でした。エリア、エリアかい。アゼライト、あ、出るかな。ネズミ、あと盾くんも嬉しいかも。いや嬉しくないか。割ってくれて、先こっちか。でも結局さ結局一緒なんだよ。ネズミ投げ売り、爆発、深読み、ツードローしちゃうから出しといた方がいいか。テンポ出しでバレバレバレ、投げ売り発動しちゃうから。陶器投げ売り、マントル押し張り、けど作業、あ出るか。ネズミ出るぞ。はいはい、今のうちに使っとこうってことね。かよみ、これは爆発だもん。バナナ、これはいいんだけど、エコーか。顔で待っている。自分で撒いた種、檻の罠、待っている、待っている。やっぱ、あーまだ、いやもうリサーチどっちにしても無理だね。俺の罠が結構痛かったと思う、俺は。おお、よかったじゃん。ミステリーエッグから製品9を。いいね。やりたい動きできた。お、ハンターミラー。アレリア。アレリア。エビいっか。深読みオッケー。あー、これでいっか。一応1、2、3、5だね。ヨーデル来たらこっちでもいいな。誰も信じないだろうな。氷の輪、まあ、とりあえず深読み。ヨルム、ヨルム、お、深読み発動。お、24、こっちでいっか。あ、ごめん。リカソン、あ、スペル打てない。まあ、これでいっか。入らんなか。バナナ、ミステリーエッグどうしような。一応のサービス、あー、ストラングルソンハート入り、まあいっか。ほんで投げ売りでいっか。だあ、武器は引ける。見ます。お、エコーか。
おとり作戦凍結でいっか。よそ者め。お、ハイランダーがこれ。エレメンタル1体召喚し、残りを自分の手札に追加する。え、マジ？めっちゃバス乗った。深読み凍結で、これ7マナだよね。エビ氷のままエビ18点出るけど、うーん無理か。無理だね。いずれにせよだな。いずれにせ、あーってことは、ってことはこうだね。こういうことだね。取り作戦、凍結、投げ売り、深読み、氷のマナ。いい。フルバディ。カモフラージュ状。そのおとりプラス凍結。これはバレてるからな。氷のマナもあるから。このスタッツのゴリラを返せるかどうかだね。キンプラー凍結？凍結はもうないか。深読み12、あと1点。あ、出るわ。ありました、こんなのが。 OK、 単純にゴリラが強かったね、スタッツが。スタッツバカな。あ、武器も強いな、こうなってくると。はい、ということで、一作ハンターでした。新カード、投げ売りワゴンや製品救護、しっかり活躍してくれたんでよかったと思います。戦績はこんな感じ。3勝2敗でした。動画の参戦でやりたいことできたんで満足です。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。